さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、秘密結社の総帥である、こちらの VTuber のフィギュアです。ホロライブプロダクション、フィグマ、ラプラスダークです。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。ホロライブ6期生で秘密結社ホロックスの総帥であるラブラスダークネスがフィグマとなりました。しんどい、星が頻繁に供給くれるのとあたいしんどい。ホロライブプロダクションにラプラスダークネスという VTuber がいるんですけども、ホロライブ6期生でラプラスのあくまで体には拘束具がつけられていて、本来の力が封印されているらしいんですよ。秘密結社ホロックスの総帥でもあり、自称ラプラトン星出身の宇宙人という中二病設定てんこ盛りなんですよね。宇宙人として超高齢でも、地球人としては幼女にしか見えないため、地球滞在時に印象して大丈夫か気にしているそうです。そばにはよく腹に十字の模様が入ったガラスが付きまとっているんですよね。どうやらそのガラスは、高速が外れないように狙っているストーカーであるらしいんですよ。遊戯王などいくつかトレカをたしなんでいて、シャドウバースなどとコラボもしています。一人称は我が輩で、リスナーの小滝様ら、リスナーから呼ばれる際が総帥、または愛称としてラプ様を要求しているようです。そんなラプ様が、今度いろいろなシーンを再現できるフィグマになって発売されるみたいなんですよ。ラプ様のシーンを再現すれば再現するほど、宇宙精神が強くなってくるかもしれません。君もファンになったかな？レザー内装や装飾のチェーンなどもバッチリ再現されていますよ。アクセサリー的な尻尾に萌え袖など、ラック様の魅力がギュギュッと詰め込まれています。格好良さも再現されていて、心に封印していた中二病がうずきそうです。いいね、好きだよ俺はそういうのが。オリジナル関節パーツにより劇中のアクションがいろいろと再現が可能です。配信中に見せてくれた様々なラク様の姿を再現できるかもしれません。いろいろなポージングをとって楽しむことができ、あなたの記憶に残るラク様のポーズをこのフィグマで再現してみてはどうでしょうか。嬉しい。交換用表情パーツには真顔、笑顔、悔しがり顔の3種類が用意されています。表情を変えることで同じポージングでも受ける印象も違く感じられると思います。可愛らしいラク様をはじめ、ちょっぴり怒った表情のラク様も楽しめちゃいます。いろいろあるんだね。オプションパーツにはカラス、コーラ、手首が見えるタイプのそれなどが付属します。豊富な手首パーツも付属しており、より自由度の高いアクションも再現することができますね。さらにあなたの理想のラク様も演出してみてはいかがでしょうか。これが君の愛なんだね。ラク様の生配信をこのフィグマと一緒に視聴してみるのも良いかもしれません。また別売りのホロメンのフィグマと並べればコラボ配信を視聴している気分を楽しめると思います。ラク様のいろいろなシーンを再現してお楽しみください。だってそれが愛だろう。こちらのフィグマは2024年9月に発売です。そしてお値段は9790円です。このフィグマをお迎えしたら、理想のラク様を演出してみて SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければそのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それではまた次回お会いしましょう。